はいどうも、ゴロちゃんです。私はゴロチマルよ。違うか。あ、間違えた。やめよ、やめよ。はい、どうも。ということで、こんにちは。ゴロちゃんです。ちょっと、今日鼻、なんか、皆さん、いかがでしょうか？あ、ちょっとこれはいかん。取っとかなあかんわ。ごめんなさい、今日もね、生きろマンボウの実況を始めていこうということでね、いきなりね、あれですよ、金の亀さんが来て、ありがたやフィーバーが始まってしまったんで、ご飯めっちゃ食べてますけど、あ、ちょっと待って、クラゲ。そう、これがね、今パート2なんですよ。なんでね、まあ、ゆっくり雑談しながら、まあ、実況もね、したりとかしていきたいなぁとは思っております。そんでね、早速なんか、ちょっと、イベントが発生いたしましたが、どうなるのやら、後半へ続く。じゃなくてさ、前半も後半へ続くってさ、まだ前半始まったばっかじゃん、みたいなね。おい。で、何が起きる何が起きる。嘘や嘘やは？ちょ、待って、どういうこと？え？何、始まって速攻死にます？ちょっと待ってください。あ、で、ま、ちょっと、うん、そうですね。なんか、悲しいな。ちょっと理由見ましょうか、理由ね。はいはいはい。死んでも、あれ、そう、今回初なんですよ、死亡が。なんで、まあ、前回ね、まあ、見せ場というか、そういうのがなかったなとは思ったんですけど、こんな早いところで来ます？ねえ、もう本当に今、本当に今はですけど。はい。ということでね、成長させて突然の試練マンボウポイントゲットということで。まあ、マンボウポイントっていうのは左上にある MP って書いてあるやつですね。マジックポイントでもね、メンタルポイントでもなく、魔法が使えるわけでもありませんからね。ただただ、いろんな、ね、餌を増やしたりとか、冒険の場所が増えたりとか、いろんなことに使うものなんですけど、それが死んだら大量にゲットできるよーっていうことですね。で、マンボウポイントを使って、どんどんパワーアップしましょうということで、OK、わかりました。そして、はい。で、ビニール袋。死因がビニール袋だと。何これ？ほんと何これやて？いきなり死ぬもんよ。何これ状態よ、こっちが。ねえ。まあでも、こうね、僕とマンボウ一心同体ということで、まあ仕方ないですね。ねえ、僕も一回ちょっと死んできますわ。って、こら。はい、何を言っとんねんって話だけどね。はい、マンボウはクラゲとビニール袋を間違えて、よく喉を詰まらせて死ぬ。うわぁ、マジか。でもこれさ、まあ、だいぶ良くなった方だとは思うんですけど、ゴミとかちゃんと、ねえ、ポイ捨てしたりとかしちゃいけないよっていうので、やっぱ学びにはなりますよね。まあ、皆さんちゃんとゴミはゴミ箱に捨ててますか？僕たまに、まあ、今は最近やらんけど、やってないんだけど、タバコをポイ捨てしたのを後ろから歩いてるのを見てて、お兄さん、落とし物ですよってタバコの吸い殻渡したことありますよ。あんまりね、こういうことすると多分今の、まあ、身の危険が起こるかもしれんもんで、良くないとは思うんですけど、なんか、腹立ってやっちゃいましたってことでね。はい、ゴミちゃんと捨てていきましょう。ね。ということで、はい、強くてニューゲームができるらしいので、ね、強くてニューゲーム、行くぜ！なんで？死亡ランク、中房、マンボウボーナスか240。ほうほうほう。で、これ 92% なんだ、生き残る確率。8% を見事に引き当てた。ということですね。うわー、なんか宝くじ当たるかな。今日宝くじ買ったら当たるかな。ね。はい、じゃあ、で、体重ボーナスは 15% いただけますよ、ということで、かなり強くなりますね、これは。成長も早くなるってことで、いいですね。では、次行ってみましょう。わ、なるほど。ちゃんと、こういうのがあるんですね。弱肉強食サバイバル。そんな言葉で表される、厳しい海の世界。3億個の卵から生まれた兄弟は皆死んだ。
たった一匹生き残ったマンボウは夢を持つ。仲間の分まで大きくなる。世界一大きくなる。しかしマンボウには大きな弱点が。いやー、寄生虫かー、いやー、ピタン。海外の寄生虫を落とすために、ジャンプ、そして死ぬ。ということで、追いつかなーい。なんかいろいろあって死ぬと。天国に近い、お魚。ね、ハードモードで頑張っていくぜ、っていうことですね。はい。フィーバーチャンス。ビデオを見る、見ません。ゆっくりやりましょう。で、これね、なんかコンペイトって書いてあるけど、本当にコンペイトみたいで可愛いですよね。そして美味しそう。皆さん、マンボウ食べたことあります？僕、愛知県出身なんですけど、三重県の方にね、結構、三重の方行ったらね、マンボウ買えるんですよ。あと、他に買える場所知らないんでね、また、知ってる方いたら教えてくださいって感じなんですけど、結構マンボウってなんか、こう、なんか鶏肉に近い感じなんですよ。まあ、鶏肉って言われたら鶏肉でもないんだけど、でもそんな感じでね、結構美味しくて、本当になんか個人的には食べたことない方がいたらね、ぜひぜひ食べてみていただきたいなぁと思いますね。ただまあ好き嫌いは出ちゃうんで、まあ、こう冒険、ね、この冒険、冒険、食の冒険が好きな方はぜひぜひっていう感じですね。いざ出発。お、来た。前回ね、海底のごちそうっていう、冒険が、あったんです。撮ったんですけど、なんか、これね、多分ランダムみたいでね、こう、前回は見れなかったんで、今回見れるということで嬉しいですね。はい、じゃあどういう内容なんでしょうね。深いところまで泳いできました。このまま進むともっと美味しい餌が見つかるかもしれません。ただし、これ以上進むと危険かもしれない。どうする？行くのかい？行かないのかい？どっちなんだい？行かない。いや、そう。やめません、やめません。行きます。行かないと行きます。はい。ねえ、腹減った。深く潜って魚、たくさん食べるよ。そう！ぐんぐん潜るの。あれ？寒い。ちょ、水冷たー。冷たいー。冷たいのー、ダメです、あかんやつだのー。で、どう、大丈夫、死ぬ。おー、いいですね。でも意外と 50% で死なないですね。いいことだ。はい、ということで、どれくらいいただけますか？おー、伸びる。伸びるメバル。いいねー。いやー、美味しい。よーし、よし。じゃあ、ここいらでちょっとマンボウポイントを使って、なんか増やしていきましょう。まあ、とりあえず、まず、食べ物を増やしていきましょうか。いいか。なんかクラゲのとこに、クラゲで死んだから、なんか追加されてる気がしますね。ビニール袋でも食べられるって。絶対体に悪いよ、やめときなよ。じゃ、とりあえず、ビニールはいかんということで、イカをね、追加していきましょう。あ、キャンセルしちゃった。ガッ！よっしゃ。あ、なんだ、こういうの書いてあるのかな、もともと。なんかちょっとネタバレ感がすごい気がするから、読むのやめとこう。で、250。とりあえず食べ物の数を上げれるだけ上げていきますか。で、もう一段階いけるね。はい、ということで食べ物の数、レベル4。うおぉ、マンボウはレベル4になってない。はい、じゃあこれでさらに冒険を進めていきましょうか。はい、出発する。はい、ということで、まださっきの海底のごちそうですね。はい、よろしくお願いします。あー、寒いやつね。冷たい、いけますか？死んじゃダメですよ。おいおい、死にすぎだって。ねえ、ちょっと、早いよ。さっきより成長してへんやんか。いやー、
ことですか。はい、死因ということで、水が冷たくて、ガクガクブルブル、もう冒険に出すこっちがガクブルやねんて、本当に。マンボウは美味しい餌を求めて一気に深海に潜るが、水が冷たくてショック死する。いやいやいや、もうおとなしゅうちゃんと、もうゆっくり潜んなさいや。本当にまあ、はい、ということで、はい、マンボウポイントはちょっとさっきよりも少なめの120ポイントですね。で、水が冷たくて死ぬ確率が、50%、生き残る確率が 50% から 75% に上がったってことで、だいぶ 25% なんで上がってますね。これで、これ、もうまだ 25% あるってことでしょ。結構死にそうやな。んで、新しい死に方、体重ボーナス 30% ってことで、だいぶじゃあこれでまたさらにイージーモードになるんじゃないですかね。で、まあオープニングはいいとして、はい。フィーバーモードチャンスか。まあ、いいわな。よし、とりあえず、食べていこう。いやー、もうなんか、前回がさ、ちょっと多分運が良くて死ななさすぎて、今回死にすぎなーと思って、びっくりしちゃってますよ。よし、どっち？もう詰まらせないでね、喉。あー、はい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 。オッケーオッケー、ありがとうございます。オッケー。で、フィーバーチャンスはいらないっすね。いや、まあ、やるか。いや、あと、あ、来たらやるか。はい、ということで、冒険行きましょう。あと一回。あー、さっきのね、海底のごちそうってやつね。よし、お腹すいたーって、ね。皆さん、まあな、ね、ご飯食べましたか？僕は先ほど納豆と、ビビンバを食べました。なんかね、最近納豆にハマってるんですよね。納豆がむちゃくちゃうまい。ああー、びっくりしたー。前回もね、ぽよぽよぽよってなってね、バグってたんですよ。なんで、あ、またバグった？と思ったけど大丈夫でしたね。よかったよかった。じゃあちょっとね、死に方もだいぶ出てきたんで、一回図鑑見てみましょう。まず、突然の死だけね。なるほど、なるほど。2個か。あれ、さっきのやつね。はい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 。こういうことかで。あれ、あ、そっか、1個目。あれな、そう、1個目のなんか水面着地のあれで死んでないんですよね。あの辺でね、僕、1回、ちょっと死ぬのかななんて思ってたんですけど、なかなかね、運が良くて。結構、元気にすくすく育ってくれたんで、まあ割といけんじゃん、余裕じゃんと思ってたんですけどね。そしたら、なんのその、めっちゃ早う死にますやん。びっくりすって、ほんとに。よいしょい。よし、じゃあ、まあ、そうだね。カメちゃんやってりゃよかったね。じゃあ、パワーアップもうちょいなんかできるかな。600か、次はちょっとでかいな。で、250までいかなあかんから。まあ、じゃあ、まあ、ゆっくり、マンボウポイント、貯めていきましょう。ということで、冒険を行きますが、購入はしないかな。そうだな、パワーアップもできんもんね。そんじゃ、まあ、あれだね。あ、いやいや、はい、ちょっとね、いきなり体重が飛んでおります。なんかおすすめアプリを開いたら、ちょっとね、録画が切れておりました。おそらく間違えて停止ボタンを押したんでしょうね。はい、やってしまいました。あ、でもね、特に見せ場もなかったんで、まあ良かったんじゃないですかね。なんで、まあ、ね、おかげさまでだいぶ体重ボーナスのおかげで、成長速度上がってるので、めっちゃサクサクとさっきの段階まで行ってます。もうね、さっきが確か24キロぐらいでお亡くなりに、1代目のマンボウちゃんは、24キロ。2代目のマンボウちゃんは9キロっす。なんですけどね。だいぶ効率上がってますね。と思いますが、次の段階までさ、むっちゃ、
なんか時間かかる気がするんですよ。あ、ちょっとね、何キロで次進化すんのかなってことで、100キロぐらい行くんじゃないですかね。まあ、ちょっと、引き続きね、やっぱり、その死に方を見るっていう側面もあるゲームなんで、まあ、ちょいちょいカット、まあ、いいとこなければちょいちょいカットしたりとかしてくとは思うんですけど、どこでカットしたらいいかわかんない感じなんで、まあ、ゆっくりさ、こうやって雑談的な感じとか聞き流しながら、なんか見れるゆるい動画作成というかね、そういうゆるい動画になればいいかなーって思ってます。皆さんは最近お忙しいですか？ねえ、もう本当に忙しい世の中なんでね、どうかどうかご無理をなさ、無理しなきゃいけない時も多分あるとは思うんですけど、まあどうかどうか心と体を大切にしてね、無理しすぎずに、まあ過ごしていただけたらいいなとは思ってはおりますけどもね。まあね、いろいろありますな。はい。ということでまあ今日はね、まあ特に見せ場もなさそうなんで、これぐらいにして、今日実況はね、これぐらいにしようかなと思います。はい、じゃあね、まあまあまあ。じゃあ今日もね、可愛いマンボウに癒されてもろて、ね、明日からもまた頑張っていきましょう。ということでね、今日もありがとうございました。それでは、バイバーイ。